まで中。つくね、ほっぺにご飯粒がついてるよ。させてもらえますよね。なんだその女は、つくねのストーカーか。じゃあ愛人か。別に何人言おうと構わないぞ。最後に私のところに帰ってきてくれれば。今日の宿題だ。
それはできる子の意見だ。私はやってくる自信がないから残ってやっている。すまんつくね。私の残念な頭では宿題を提出できそうにない。そればかりか今は半分諦めムード。ノートにこんな落書きまで。こうなったら先生を亡き者にして。じゃあ私はどうすればいいんだ。はあ、お前は本当に優しい。惚れ直したぞ。じゃあすぐに始めようか。数式の空欄に数値を代入して完成させるでちゅう。もたもたしてると制限時間に間に合わないので気をつけるでちゅよ。終了でちゅ。大変よくできたでちゅ。すごいぞ、満点じゃないか。私たちの子は頭が良くなりそうだな。母も子供にバカにされないように頑張るぞ。バレたか。歌詞を考えてみたんだ。つくねならばいいか。すべて見せ合った仲だしな。そういえばお前の連れは。みぞれ。そう、みぞれさん。だってみぞれさんの実家が火事で全部燃えたんですから。父、母、どうやら私は音楽祭に参加できそうにない。実家に帰って皆の安否を確認せねば。お前は本当に優しい。だが、お前にはやるべきことがあるだろう。そんな顔をしないでくれ。それに、あの父や母が、そう簡単にくたばるはずないだろう。もしものことがあったら、その時はお前の胸を貸してほしい。
ありがとう、つくね。皆には事情を話しておいてくれ。くよくよしても仕方ないですよ。さあ、行きましょう。あんたがどうしてもって言うなら聞いてあげてもいいんだけど。さ、じゃあ聞いてあげるけど、何これ、またあんたのハーレム要員？何でもいいわ、興味ないから。ちょっとあなた外してくれない？素直ないい子じゃない。そうそう、あのね、そのドラムって大変です。コーヒー、チョコ、キャラメル、ココア。そう、ココアさん。そりゃ慌てますよ。だってココアさんのお父さんが倒れたんですから。そんな、どうしよう。大丈夫、私は誇り高いヴァンパイアなんだから。私は誇り高いヴァンパイアなんだから。うん、そうだと思う。ねえ、お願いするわ。とにかく丸ボタンを連打するでちゅう。連打して伸びるゲージがマークまで到達すればクリアでちゅう。スタートでちゅう。クリアでちゅう。うわー、こんな美味しいの久しぶり。もう少しだけ。大丈夫、お姉ちゃんの分は残しておくから。スタートでちゅう。
クリアでちゅう。あとはお姉ちゃんに残しておこう。やっぱりダメ、我慢できない。お姉ちゃんの分も全部飲んじゃえ。スタートでちゅう。